はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター、月の地下渓谷からやっていきます。で、アイテムとかはガンガン取りながら進んでいきましょう。魔人兵、ちょっと待って、魔人兵は魔人兵でこいつヒットポイント高いからな、メガフレア一発じゃ倒せない。自爆絶対死ぬんだけど、先にヒットポイントを減らしておいて自爆させるのがいいのかな。そうするとアレンジっていくつ使う？52、結構使うな。ホーリーより使うんじゃん。ホーリー46だからな。死者を蘇生するというのはそれだけ大量の精神を使うということ。ファイアビュート、魔人兵に一瞬待て、攻撃攻撃、これでどう？後ろのやつはしょうがない。倒せるかどうか。自爆変わらん。2人2007、249、ギリギリ倒せなかったってことか。4000、やっぱりそうだな。4001ってことは1万4000のヒットポイントか。どうだ、いつの間にかヒットポイントめちゃくちゃ高くなってんだけど、5000ある。なぜ？ファイナルルートって別に攻撃しないしね。いや、めんどくせえなこれ。魔人兵がめんどくさいな。攻撃攻撃、ローザー防御でいいや。で、攻撃、もうこれでいこう。火炎放射だってエッジだけ弱い。これ月の女神って9000当たるね。9700か。でもやっぱり魔法防御が高いんだな。ドラゴンシール、これはカインだっけ。ちょっと後でまとめて、ってか今何装備してんのそもそも。ゲンジだ。ドラゴンシールの方が強い、ディフェンダーの方が強いし、グングニフジャンプしないから、正直なんかグングニルじゃなくていい気がしてきた。まあ、ホーリーランスが入ればホーリーランスが強いんだろうけど、結局ね、ジャンプするよしね、攻撃連発してた方が効率がいい。精神力60レベル、ディフェンダーにしよう。ジャンプという選択肢がね、めんどくさすぎる。適当に回復して、そろそろハイポーションなくなりそうだよね。で、なんだこれ、どっから行けばいいんだ。スカルドラゴン、結局メガフレアは放つか。攻撃がすげえ出るってわけじゃないからね、火力がこのレベルをもってしても。ここの階って何もない？てかエッジとかさ、全く盗んでないけどさ、どうなの？誰かからなんかいいの盗めたっけ？なんもない。ちょっとおとなしく。地下4階。おお、メガフレアが入る前に倒したけど、結局、暗黒も魔導士が残ってるから意味ない。ローザも攻撃すれば、それなりかい。リリアが全然上がらなかった。こういう時ちょっとリセットかけるべきなんだよね。アルテミスの矢で、アルテミスの弓はアルテミスが手に入るはず。さて、銀龍、倒した。で、ローザ、まあ力と精神、精神が上がってくれればいいかな。エリキサだから、レベル上がる直前はちょっと中断セーブかけるっていうのはあれだけど、まあ別に何も感じながら、ステータスの上がりが悪かったとしてもそれはしょうがない。そこまでやり込むつもりではないんで。
金龍勝てな。メガフレア残り300か。5発、経験値はすげえな。やっぱり白い牙、牙系ね、最初の方にこう出てきた割には使わないよね。じゃあエクスカリバー火力はだいぶ高いな。金龍銀龍は経験値が高くて美味しい。てかギルもめちゃくちゃ、てか回めちゃくちゃ上がったな。エクスポーションモンスターベヒモス、しまって、こいつは本当に危険、ザ最強危険。バハムートでブリンク、まあ、ちょっとエッジからかけるか。風水はいなくなってるかな。で一回ちょっとジャンプして殴っとこう。え、バハムート今いくつだった、見てなかった。待て、ブリンク、メガフレアで。ベヒモス自体が6500、やっぱ魔法防御耐性があるのか。あ、間違えた、フレアにしよう。マジックパーがないもん。倒した。57000とか、やはり経験値は半端ない。星屑のロットか、なるほど。でロットは知性15、いいね。ファイアビュート、知性と精神が下がるじゃん、何のために。でそう、もうマジックパーがないんだよね。あそこに剣が置いてある。で敵とか出てきたらちょっとやばいよね。で戦う防御じゃなくて、星屑のロットがプチメテオから使えるんだよ。これでいくつ当たるか。弱っ、ゴミくずすぎる。正攻法でいこう。ホーリー戦う、死んだ、こいつは死んだな。しょうがね、112、まだ大丈夫だ、やることがないな。防御しよう。あとはパワーでゴリ押す。ディフェンダー普通に強えわ。カイン光のカーテンで、ちょっとローザ一回ケアルガで、さすがにエーテルドライ3つしかないのか。モンスターブルードラゴンおよびレッドドラゴンで、ここはバハムドで、ホーリーがいけるかどうだ。メガフレア9999、これで終わりだ。8700、ブルードラゴンとレッドドラゴンってどっちかというとめちゃくちゃある。経験値だけ手裏剣手に入れた。クリスタルって、そうか、最高はクリスタルの盾か。守りの指輪ビルマーだ。こいつなんだっけ、なんかライブラやってきて、ホーリーさよなら。でもヒットポイント1枚以上あったよね。で上か下か、上に行ってみよう。え、モンスター、最近モンスターが多い。でレッドドラゴンとかもう普通の敵で出てくるからね、分散させた方がいいんだよね本来。メガフレア、あと2発か。またマジックパワーがマジでない。
エリクサ投入するか。8万3000とか。飛竜の槍手に入れた。え、強いの飛竜の槍って。ちょっとたまたま手に入れたけど弱えんだけど、全てにおいて弱い。あ、飛竜特攻とかあんのかな。ちょっと見てみよう。竜族に有効な槍か。なるほどね。まあ一応じゃあ装備しておこう。すごい下がるわけじゃないから、まあ防御が下がっちゃうのはしょうがないけど、まあ下位はやっぱりね槍だし。これ竜9999、竜だった。9272。カインがめちゃくちゃ強くなった。ローザいいね、上がりがいい。リディアも上がりがいい。白のローザで、左にも宝箱が見える。モンスター、え、こいつも竜なの。ドラゴンゾンビっていうか、ドラゴンって書いてあるから。そうか、やべ、カインがめちゃくちゃ強くなった。クリスタルヘッド。で、じゃあ下行くとどうなの。さっき分かれ道になってたよね。赤い牙、金龍銀龍、不意打ち気にしない。8000、終わりだ。カイン普通にレベル上がっていくしね。よし90。これは意味ねえし。アーリマン6000とか。え、何なのカイン、特攻すぎだろ。ちょっと強くね、アーリマン。なぜ。3万か。まあいいや、どんどん下に降りていっちゃおう。風魔手裏剣、またあります。あ、マチクパーがない。もういいや、別に。早くちょっとセーブポイントに行かないと。リディアが、ただカインが強えかな。このままゴリ押していける気がする。アルテミスの矢、なんでまた？アルテミスの弓だった今。あ、やだよね。ちょっと、なんで？なぜだ？固定値。左からはいけないから右からか。アーリマン2体。押すしかない。死の宣告。やはりホーリーが入らないと倒せないか。え、ホーリー入っても倒せない。強いぞ。ヒットポイントがめちゃくちゃ高くなってる、ここら辺の敵。ホーリーフレアがもう多分デフォルトになるんだろうな、ここに来る頃には。で、メテオはね、なんか覚える前にクリアできた気がするんだよね。ディルマーダまた出てきた。お前何なんだ。ライブラ意味不明。そしてこいつ浮いてるからね、何気にクエイクとか効かないんだよね。モンスター、ここもゴリ押す。ダメで470。こいつ効く。氷2000。まあまあまあしょうがない。プチメテオが異常な弱さだったからな。アルテミスの矢、ミネルヴァビスチェ、あとでまとめて装備しよう。だからで、ここがセーブポイントなんだけど、あのアイテム全部取ってねえな。多分下に行かなきゃいけなかったんだな。まあ、せっかくだからここでセーブして、セーブっていうか寝て、
コテージは大量にある。で、装備を一回整えよう。最強ディフェンダーになってるし、飛竜の矢にしよう。で、波動の杖か。こいつあれか、ミネルバビスチェって、知性と精神マイナス15はちょっとやだよ。それはやだ。回避率がめちゃくちゃ高いんだけど。いやでも知性マイナス15、精神マイナス15は本当にやだ。光は防御力は下がるか。いや白だな。でクリスタル系、クリスタルの鎧がない。でファイアビュートになるか。知性、いやこれは星屑だよ。ミネルバビスチェはちょっとやだ。だから光のログだな。でエッジは黒帯闘技って最初から変わってなくね。結局お下がりか。でここに封印されし、なんか単なる棒だなこれ。孫悟空の棒みたい。聖なる力を秘めし槍ホーリーダンスで戦う。黒魔法フレア1個だけ風魔手裏剣投げよう。投げるものがいっぱいだ。ホーリー4700か。なんかすげえ強いってわけじゃないな。死の成功、これ全員。10秒が来る前に倒さないと。ってことか、1秒も減ってないんだけど。ホーリーランスゲット。これはさすがにカインの最強装備でしょう。ホーリーランスだね。飛竜特攻じゃなくなるのはちょっとあれだな。強かったからねマジで飛竜特攻。見てみよう。使うとホーリーか。どうしよう。ここ竜族多いから飛竜特攻にしとこう。でこっちなんかあったっけ。あそうだ、なんか出てくんだ。聖なる力に守られしリボン。ルナザウス9990。あ待って待って待って、リフレクは勘弁。あ投げちったよ。バハム1100。さすがに食らうな。ホーリーを放ってしまった。あでも手前のやつって、あー誰に来る。自分か、しょうがない。9999。それはマジでしょうがない。ちょっと蘇らせだけ蘇らせ。回復2300、大したことないな。で戦おう。でリフレクも別に永続じゃないから500って食らうかな。1000、ダメだ。もういいや、ローザはしょうがない、見捨てよう。まさかリフレクを唱えてくるとは思わなかった。59000。ダメだ、自分で蘇らせらんね。フェニックスので、後でまたコテージ使おう。リボン、リボンで、リボンはローザだよね。金の髪飾りから金の髪飾り、知性が上がるのか。じゃあいいや。で問題はリディアだよな。いやーでもまあリボンだな。でこれちょっと先へ進んじゃうから、ちょっともう一回寝る。マジックパワーを使ったから。ここに封印されし武器を取らなくては。上と下があったところの下、そっちへ向かう。で金龍と戦う。これもバハムートだな。戦う。カイン、おお力3も上がったんだけど、素早さもめっちゃ上がったな。
子はもうマジで経験値の高校、普通に戦っててさ、普通にガンガンレベル上がってくんだけど、マジヘビ戦う戦う。ナイチョホーリー、いやホーリーはもったいないな。でこう、あ弓じゃねえんだ、そういえば波動の杖とかいうよくわかんねえもん飛び出したんだ。ローザ、リディアわかんない、ちょっとリディアの上がりが最近悪い気がする。でどっちから来たっけ、あれここは宝箱か。でこう来てこっちで、でここもまだここか、金龍銀龍かな。あ金龍早い、バハムと唱え終わるまでにカインの攻撃が入る、それイコール、あれ全然違うとこに出てきたんだけど、どここれ、ベヒーモス待て、ベヒーモスはマジで待って。ブリンクで防御で防御ジャンプ黒魔法フレア、ブリンク防御、だいぶ知性が上がったからダメージが上がったな。じゃあこれリア、いやー楽になったな、ベヒーモス戦も。セシルレベルアップ64、どんどん上がってくね。クリスタルメール、ここでクリスタルメールか。じゃあお下がりをやろう、エッジ源氏で、そうすると、ちょっと待って、どっから来たんだっけ、道が分かんなくなってきた。あれどこでしょうか、ここは。てかフレア、あ、帰っちゃった。で、ホーリー、攻撃。マジでわかんねえ、こう来て、あれやっぱどっから来た、ここら辺はアーリオンが多いな。ちょっとわかんねえからここ行こう。でどうすんだっけ、こうか、アイテムを開けていく、金のリンゴ、暗黒魔導士3体、フレア、ホーリー、なんかもったいねえな、結局フレアとホーリーで倒せるからね。エッジが攻撃してないからか、防御のまんまになってる。見直さなくては、行動パターンを。でこう来て、攻撃攻撃、白魔法ホーリー攻撃で召喚バハムト、黄金パターン、メガフレア安定、公開モンスターベヒーモス、ちょっと待って、もうベヒーモスは本当にめんどくさい、ちゃんと考えないといけないから、いいやもう。フレアボール、あこれいいや、もうブリンク唱えなくてもダメージだいぶ減ってるから、1とか防御してれば余裕だな。
はい。おお、上がんないパターンだ。ねじり鉢巻き。守りの指輪。お、ここにあるじゃん。回復ができる。で、ここ。一応中断しよう。ゼムス様の忌み嫌うこの剣の力、解放するわけにはいかん。ダークバハムート、メガフレア、魂電池を投げよう。で、攻撃。死ぬ。ケアルガ、バハムート、ダークバハムートにはバハムート。で、ただの多分めんどくせえから流そう。キアルガも常に唱えかけとこう。やはりエッチだけダントツに弱い。てか回避が異常なんだけど。9992とか。人が少なくなってるから回復量が多いな。上がらない。これでラグなのか。で、エッジの武器が全く揃ってないんだけど、ここに1本あるはずなんだよ。エクスカリバーからラグナロクめちゃ強えな。200とか。これちなみにカインってさ、さすがにエクスカリバーは装備できないか。アレイツで蘇らして、これでコテージ使って帰り道が分かんなくなっちゃったんだけど、そうか、ここの隠し通路から来たんだ。忘れてた。金龍銀龍。エッジの攻撃力が弱すぎる。でまだ戻んなきゃダメか。暗黒魔導士3。セシルもそれなりの火力が出るようになってるね。普通にメガフレア、これが最強。栄翔時間が少しあるっていうのがねあれだけど。で、どこだ、どこまで戻る。9999。ラグナロクも聖なる属性になってんのか。FF3 の時って暗黒属性だったからね。効かないやつがいるんだよな。銀龍一発。セシルって普通にあれか、レベル75とかになる前に力99いくのかな。こっちまで来ちゃった。あ、でここ行ってドラゴンヘルム、スカルドラゴン不意打ち。ゲー上がらん。ドラゴンメイル、ドラゴンの固定で、俺は左に行きたいんだけど道がわからん。で、結局最初まで戻ってきたけど、そうだ、最初のところに隠し通路があったんだ。そっちから行く気がした。なるべくバハムートは唱えないで終わらせたい。相馬の雫、やべえ、レアすぎる。で、ローザが攻撃に入ってないからな。攻撃させようかな。ブルードラゴンが出た時ホーリー吸収されちゃったんだよね。モンスター魔人兵2人。これはもういつものパターンでいいや。
900、結構食らうな。メガフレア、これ自爆してくるよね。4105 4101 4001か。ローザ、あ、ここ黒装束なんだ。源氏だったら、おお、黒装束回避率が高い。なるほど、盾がない代わりに黒装束で回避率を上げるということか。だけどあれか、エッジ防御力が低い気がしたんだ。回避ができないからだ。多分全弾ヒットしてんだろうな。攻撃です、倒せる。どんどんレベルが上がってくんだけど、あれどっから来たっけ。微妙なところだな、帰り道が分かんなくなる。ソーマやべえ、超手に入ってる。ここで、このままどんどん行って、メガフレア、もう全員倒せる。エッジ、もうこれメガフレアでいっそうでしょう。その前、もったいない、メガフレアがもったいない。セシルは68、賢者の杖か。なるほど、ここにあるのか。波動より賢者だよね。精神15、別にさ攻撃力が上がったってしょうがないからな。不意打ちてか、ここら辺の回はもう正直バハムトでいい気がする。ずっとの女神も一発で倒せる、それだけの力を持っている。リディアン上がった。でようやくここか。あれ、ちょっと待って、力を手にする前に帰る地獄へ。白竜戦う。白竜ってホーリー聞く？スロこれも安定のバハムトでいこう。はい、終わり。7500、いいね。もうオートで流す。反撃スローか、竜だから。マジで飛竜の槍超強いんだけど。バハムト唱える前に終わった。これで村雨で、正宗はちょっと奥にあるんで、とりあえずここからセーブポイントに向かって次回やっていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。